ベンソン級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級ベンソン級にグリーブス級駆逐艦を含めてベンソン級とも呼ばれ、グリーブス級だけでなくブリストル級駆逐艦も含めた総称として呼ばれることもある。一番艦はウィリアム・シェパード・ベンソン帝特にちなみ命名されている。戦前からアメリカ海軍はロンドン軍縮条約の締結後、 条約型駆逐艦の増強を行ってきたが、マハン級駆逐艦以降、1500トンの船体に強力な水雷戦能力を施したため、日本海軍の駆逐艦と同様に武装と重心の釣り合いが取れず、復元性が悪いトップヘビーの傾向を示す駆逐艦となってしまった。ベンソン級は当初、シムス級駆逐艦の改良型として計画された。口述の通り、 水雷装備はやや簡素化されているが、さほど重量は変化が見られず、並走重量自体は全球よりも増え、ポーター級駆逐艦とほぼ同等となった。また、高炭性向上のため、船体の強度を高めて、機関の分離シフト配置を行い、防御力を高めている。その上、船体のサイズもさほど変わっていないので、全球も等級も共に、 トップヘビーが完全に改善されたとは言い難い。なお、機関の分散配置によって間質間隔が開いたことで日本煙突を持つ艦となり、グリッド0イ級駆逐艦以来しばらく続いた一本煙突時代は、ひとまず終えることとなった。船体の設計は、バブコックウィルコックス社とベスレヘム造船が担当したが、ベスレヘム造船側が独自開発の機関を、 搭載したいという要望が出され、比較研究を理由に2種類の機関を採用することとなった。バブコックウィルコックス設計官とベスレヘム設計官の際は煙突の断面にあり、前者は円形、後者は楕円形である。前者の図面で建造されたグリーブスとニブラックをベンソン級から切り離して、ブリストル級駆逐艦に編入するのは、これに起因する。 手法としては、初代ファラガット級以来のマーク1238口径5インチ両用砲五門装備が踏襲された。放射撃式システムとしても、同様にマーク37放射撃式装置が環境上に搭載されている。一方、水雷装備に関しては、全球で水雷船から砲撃船指向に転換したため、シムス級の4連装魚雷発射艦3機を、 当便村級から5連続2機に減らされている。上記の通り、アメリカの条約が宅地区間の悪壁としてトップヘビーがあったことから、これを改善するため3.4番砲は砲盾てを持たなかった。また戦時中には3番砲や後部魚雷発射艦を撤去を行ったが、こちらの撤去理由は対空火器の強化であったため、 空いたスペースに4 0トル基準や2 0トル基準が増設され、重量の軽減には至っていない。本級は条約執行した1937年後の1938年に計画、建造され、1940年の7月から9月にかけて最初の6席が揃って完成した。1941年度にも建造されて、 1943年2月までに全30隻が勢揃いした。収益した時には第二次世界大戦が始まっており、アメリカが参戦するまで中立パトロール任務で戦団の護衛任務に従事した。太平洋戦争が始まってアメリカが参戦すると地中海でイタリア軍やビシー政権下のフランス軍と戦い、大西洋や地中海戦線が落ち着くと、 太平洋に転戦して、日本海軍とも戦った。ドイツ空軍の爆撃で撃沈されたランズデール、第3次ソロモン海戦で撃沈されたラフィーとバートンの沈没艦を除いて、戦争終結後の1946年から、予備役に入る。ベンソンとヒラリー・ピー・ジョーンズの2隻は、台湾に移った中華民国に、ウッドワースがイタリアに供与され、マディソン、チャールズ・カイ・ヒューズは、 標的艦として使用され沈没。名誉も予備役を経て処分された。ヒラリー・ピー・ジョーンズ。ありがとうございます。